中田康隆は日本の DJ、音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家。ネオ渋谷系の黎明期から YMO や渋谷系の影響を受けた音楽を制作している。メジャーデビュー後はカプセルの活動を続けながら多数の歌手をプロデュースし、レジデント DJ としてクラブイベントの主催者も務めている。顕著な実績としては、まずカプセルで、 ネオ渋谷系の流行に貢献した。次に、パフュームをヒットさせ、テクノポップの流行を再来させた。さらに、キャリーパミューパミューでは、原宿系の世界観を持つ音楽を世界的にヒットさせた。また、国内外のアーティストへのリミックスの提供。映画のサウンドトラック、ニュース番組のテーマ曲、アパレルブランドのコレクション用楽曲などを手掛ける、作曲家としても活動。 作曲を始めたのは10歳の頃。ピアノを習っていて自分が弾く曲の譜面を紙に書いていた。そしてそれをラジカセで録音していたら取ることに楽しさを感じていった。16歳の時ヤマハのコンテストで数十分で作った曲で挑戦したところテクニック賞を受賞。賞金でサンプラーが欲しかったが手に入れたのはヤマハ製楽器だった。 1997年、同じ金沢市出身の越島と仕事音楽ユニット、カプセルを結成。2001年、カプセルとしてメジャーデビュー。2002年、映画、うつつのサウンドトラックを制作。2003年、パフュームの音楽プロデュースを開始。2004年、スタジオジブリの桃瀬義行監督とのコラボレーションによるショートムービーを制作。2006年、 ジブリ短編映画、ジュディ・ジェディの原案、音楽を担当し、押井守監督の立ち食いし列伝と劇場同時上映。2007年、フジテレビ系、テレビドラマ、ライアーゲームのサウンドトラックを制作。その後も同シリーズのサウンドトラックを手掛ける。2008年、ファッションブランドフラッペボーイに 2008S、S、08から 09A、W 楽曲を制作。 2010年、カイリー・ミノーグへのリミックス提供を日本人で初めて果たす。2011年、キャリー・パメパメの音楽プロデュースを開始。2012年、日経ビジネスオンライン、チェイン・ジェム・エイカーズ・オブ・ザ・イヤー2012、クリエイター部門を受賞。その後、漫画、ワンピースの展覧会、小田栄一郎監修ワンピース展現画映像、体感のワンピースのテーマ曲を制作。 劇場版、ワンピースフィルム Z のオープニングテーマを制作。そして、スパイスや、つけまつけるが評価され、日本レコード大賞にて、編曲賞を受賞した。音楽プロデューサーとして、パフューム、キャリーパミューパミュ、コルトモニカを世に送り出した。キャリーパミューパミューは、高校3年生の進路を決めるときに、働きたくないと思っていた。しかし、イベント、 タケノコを主催していた中田康隆に出会い、人生が変わった。としている。また、歌手デビューするとき中田康隆のプロデュースでなかったら、絶対にデビューしていなかった。ともしている。他にも、メグ、スマップ、エムフロー、青山テルマ、鈴木アミ、リアディゾンら各種アーティストへの楽曲提供、リミキサーとしても参加している。DJ としては、フラッシュ。 いや、美容しないと、デッド、未成年入場可能のクラブパーティー、タケノコ、などのレギュラーパーティーを持っている。クラブイベントの他ファッションショーや、アパレルブランドパーティー、ロックフェスなどで年間約60本以上プレイしており、雑誌、ラウドが発表する、国内人気 DJ ランキングでは2010年、2011年の2年連続で、第2位を獲得している。 東京スクールオブミュージック専門学校卒業。機材についてはすべて独学なため、作曲方法は多分正しい使い方をしていないから、自分でもよくわかってない。だから、誰かに作曲方法をきちんと説明できないと語っている。漫画、ワンピースの作者である、小田栄一郎とはプライベートでも交流があるほか、雑誌、メンズノンの,の2012年4月号、雑誌、 サウンドレコーディングマガジン2012年4月号で対談もしており、イベントワンピース10や映画ワンピースフィルム Z に楽曲提供をしている。レコーディングを含めた楽曲制作はすべて中田自身のプライベートスタジオでしている。作曲はハードウェア音源を使用せず、ほぼすべてソフトウェア音源で行うため他のミュージシャンと比較してシンプルなスタジオであり、 楽器の演奏や編曲、レコーディングエンジニアなども自身で担当している。使用しているデジタルオーディオワークステーションは、スタインバーグ社製カペイス。デジタルシングルコラボレーションシングルオリジナルアルバム、サウンドトラックアルバムドラマその他のテレビ番組、カプセル、コルトモニカの作品は割愛。ありがとうございます。